会場の皆様、こんにちは。私たち大阪で活動しておりますよさこいチームマイランと申します。今年のテーマは音遊びと申します。この京都桜よさこいが初の披露となります。この音遊びという曲は、曲の中で、曲の雰囲気が変わったり、踊り子たちが自分たちで音を奏でたり、遊び心にあふれた曲になっています。皆様と心震わす気持ちを共有しながら楽しく踊っていきたいと思います。踊り子たち、用意はいいか。よし、会場の皆様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。マイラン、構え。
会場の皆様、そして満開の桜にありがとうございました。ありがとうございました。まや撤収。